ありがとうございます。ゴミは宝チャンネルでございます。こちらの映像がね、えー、JR のね在来線新大阪のね、コンコースにあるね、えー、新大阪そば、なにわそばですかね、えー駅。駅のね、コンコース上上がってきたところに、ね、ある駅そばになりますね、はい。座ってね、食べれる分ね、結構ね、お値段がね、えー しますね他にえきそばないかねってちょっとね探してみようかなちょっとねこれはえきそばのレベルはねやっぱりリズムなお値段でね食べれるのがねえきそばのねモットーですからねはい結構ね魅力的なんではあるんですがねはい結構しますね昔あの私どもね小さ,小さい時かな 小学生ぐらいの時ね、うどんいっぱいね、30円ぐらいでしたね、かけうどんがね。それがね、お給料が上がるにつれてね、どん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 上がってきましてね、今はね、400円ぐらいするんですかね、店にもよると思うんですがね、四国なんか行くとね、えー、200円台で食べれたりですね、するおうどん屋さんもね、たくさんありますからね、まあ四国まで行ったらね、交通費ね、 いいいいっっっぱいかかっちゃううんでですすねねまあ行ってみたいなという感じですが、ねはい、サンライズに乗ってね高松まで行ってねうどんでも食べたいんですがなかなかね暇は作ればあるんやけどお金がありませんからねなかなか踏ん切れませんね、えー、小豆島のねお友達のお家にもねなかなかね、えー、ね いけてないのがねね現状です、ね、去年のね11月がね最後やったんでねもうすぐね1年ぐらい行ってないような計算になっちゃうんでねちょっとは行って,行ってこないとね忘れられちゃうねえー、ことにもなっちゃうんでねじじいはね、えー、結構することねいっぱいありましてね,ねえもうねやめときゃええのにね役も引き受けてね 自分で自分のね首を絞めてるような状態になっておりますがねあのこれ家でじっとするとねあっという間にねボケ老人一ゃありーってなっちゃうんでね体はね振動でもね動かしておりますはい、えー、今日もね、えー、懐かしいね友達にね連絡取ってね今度ね、えー、一緒にご飯を食べようかなっていう電話をしていたところでございますがねお酒でもね飲めばいいんですがね 私は情けないことかねお酒がね飲めない体になっちゃいましてね飲んじゃうとねジンマシンが出ちゃうにねするんでね、えー、大変なことになっちゃうんでねお酒の方はねほんまお付き合い程度の最初の乾杯ぐらいはお付き合いするけどねほとんどねもうやめてますねタバコの方はね、えー、父親がねヘビーヘビースモーカーであったね私はね吸わないという,というかねもうね なあ煙が出てね喉がゴホゴホ言うようなね、えー、ものをね吸う気にもなりませんでしたけどね今ねタバコ1箱をね,ね600円700円ぐらいするんかなもうバカみたいですよはいそんなことがあるんやったらね自分の好きなことをしたりねおいしいもの食べたりする方がねいいかなと思いますねまあなかなかねお給料の方もね厳しい状態になってますがね はい、こちらは在来線の、ね、新大阪のホーム5番ホームにね降りてきましたね、えー、このね、えー、とこにはねえそばが、ね、あるんでね麺屋さんっていうね美味しいえき、ね、そばがあるんで、えー、ちょっと電車用のねえー、感じをね、えー、お伝えしてからね食べてみようかなと思いますねはいいつもご視聴いただきありがとうございます 本日日日日はは令和5年の6月の月日曜日です、はい朝の早くからね、えー、大阪東線をね、えー、使ってね、えー、大阪駅まで行って一旦大阪駅の、ね、ホームホームで改札を出ましてもう一回ね乗り直した形でね、えー、やっておりますあんまりね、えー、長い時間おるとね、えー いい子で乗ってるもんですからね、えー、改札機でね異常も知らされたりになるとねまた話がややこしいことになるんでね、えー、そこはねきっちりね、えー、乗車運賃をねおし、うん、支払ってね、えー、撮影の方をしてますこの黄色い線もねはみ出さないようにね他のお客さんのね迷惑にならないようにね十分注意してやってるつもりですがね、えー、なかなかね 厳しいコメントをいた,だいたりりすすることもあまはいいんですけどね、えー、無責任な、ね、コメントになりますとね、えー、YouTube のね厳しい、ねえー、基準でね、えー、書いた本人は、ね、コメント見れるんですがね、えー、他かの、ねえー、視聴者様には、ね、見えないようになってるんでねお書きになられてもね、えー、自分しかわからないという形になっちゃうんでね はいそのその点はね十分注意してください、はい、他の人にね見られないような状態でもね YouTube の方にはね、えー、そういうコメントはずっと蓄積されちゃうんでねあんまりいいことがないかなと思います。はいあのいろんなご意見はねお聞きしますんでね、はい、改善とかねありましたらね動画がね、えー、しょうもないなこんなのね、えー え見てられるかなっていうねえコメントもねえどうぞご自由におかけくださいえ改善できる点があればね改善していきたいと思いますなかなかねじいさんがやってることですからねえご容赦をいただきたいと思いますはいいつもご視聴いただきありがとうございますゴミは宝チャンネルでございますはいこちらねえ新大阪駅在来線のホームの5番ホームに今いてます いつもご視聴いただきありがとうございますゴミは宝チャンネルでございますいつもご視聴いただき感謝でございますありがとうございますはい、今日はね、えー、JR のね野江駅から大阪東線を使いまして大阪駅まで行って今ね折り返し、えー、新大阪の方でね新大阪がねいろんな電車が見れるんでねはい大阪駅でもね結構見れるんやけどね えー、地,地上階の方も上がってしまうとね元にね戻ってくれるかどうかがね自信がありませんからねはい、えー、改札を出てね、えー、すぐねトンボ帰りでまた JR 東線に乗って今新大阪の駅にいてます、はい、いろんなね特急電車止まってますが私はね鉄道オタクではありませんからあの詳しくありませんね、えー、間違ったね、えー、ことを言うとね 鉄道ファンの方にね申し訳がないんでね動画をねお送りするだけにとどめております今電車が行きましたねいろんなで電車に乗ってね旅がしてみたいなって気,気持ちはあるんですがねなんせね体力とねお金がねありませんからねはいそこをね,、えー、ね頑張っておる次第ですがもう疲れがね取れんのですわはい前でしたらね寝たら疲れ取れたんやけどね もう寝るにしてもね、睡眠障害かね、なかなか寝つきが悪いんで、体は寝てるんやけど、脳みそが起きてる状態なんでね、まあ、寝る前にスマホをね、触らなければね、えー、いけるんですが、まあ、これがね、YouTube 中毒みたいになってましてね、えー、気になってしょうがないとい,いう感じですね。まあ、テレビの方はね、ほとんど見なくなりましたね、見てる時間がね、ないというのがね、実情なんでね。はい、はいい 最初はね,あのね、自分の好きな投稿を上げたりしとったんですがね、YouTube の、ね、ショートハンドで、ね、ちょこっとだけお金を頂いたのがね、運の月きでしょうかね、そこからね、鳴かず飛ばずの、ね、状態がね、続いておりますね。はい、皆さんからね、なかなか、ね、動画を見てもらえないんでね、たくさんの方が、ね、YouTube 上にね、参戦してきてますからね。はい 1人でも、ね、1回生でも、ねえー、見てくれる方がいている限りは、ね、頑張って、ね、続けていこうかなと思います。はい、前方にね、駅そばの、ね、麺屋さんが、ね、見えてまいりましたね。こちらでね、いっぱいうどんを、ね、すすって、ねえー、帰りたいかなと思いますね、はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。 ゴミはだからチャンネルでございますいつもご視聴いただきありがとうございます高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いしますありがとうございました感謝です